はい、じゃあ今日で尻尾をつなぎが46日目ですね。46日目です。さしこちゃんです。始めたいと思います。よろしくお願いします。頑張ります。ですね。月曜日ですね。おはようございます。月曜日です。月曜日なんですが、今日の宮崎はね、雨。まあ、宮崎全部かわかんないですけど、僕の住んでるところは雨ですね。雨ですね。久しぶりですね。久しぶりかな。久しぶりですよね。ね、週末は営業、お前の店が営業日でして、ご来店いただいた皆様、ありがとうございました。ね、土日と無事営業を終えました。ね、で今日はお休みで、ちょっと今日店主がいないんですけど、で次が明日ですね。明日の祝日。明日は祝日、秋分の日ですかね。秋分の日、23日、秋分。え、違う。勤労感謝の日でしたっけ。何でしたっけ。なんか祝日、何の日でしたっけ、明日ね。祝日です。明日は営業日ですね。ちょっと待ってね、カレンダーにちゃんと書いてる。ちょっと遠くて見えない。よいしょ。勤労感謝。勤労感謝でしたね。勤労感謝の日ですね。勤労。勤労に感謝しようです。感謝をしつつ、布店は営業日ということで、時間は10時半から15時ですね。平日と同じ。まあ、祝日なんですけど、平日と同じ時間帯となります。ぜひお休みの方、この今やってますんで、モグエキシビジョンね。これもあの、布展での開催が明日と、明日火曜日、23日火曜日と25日木曜日と、あと最終日が12月1日かな。で、その、今度の週末は、コニファーさんに見えます？今度の週末27、28、29、土から月は、延岡市の方で出張販売となりますので、布店ではしないと、営業しないということで、なので布店での営業としては実質を3日、明日入れて3日となります。ね、もうあっという間ですよね。あっという間です。ありがとうございます。もうありがとうございますっていうのも変ですけど、あっという間ですので、もうぜひいらしてください。で、延岡での出張の販売の方もよろしくお願いしますね。県北の方、延岡、日向、周りの方ですね。なかなかこうこちらでそちらの方で営業しないから、まあ、ちょっとずつ増やしたいなぁとは思ってるんですけどね。よろしくお願いします。で告知ですね。12月からの告知もあるんですけど、まだちょっとまだモグさんの方に集中したいので、後半ぐらいに紹介しようかな。12月の最終日ぐらいに紹介しようかな。次の、まあ、布店のインスタグラムではアップしてるんですけど、ちょっとね、あんまりこういろいろ次はこれ次はこれって個人的にあんまりこういろいろ言いたくないので、やっぱ今はモグさんの個展を大切にしたいなという気持ちでいます。で告知、あ、告知なかった。とはお前の、あ、お前の先生じゃない、さしこちゃんを紹介してくださいですね。さしこちゃんを紹介してください。ちょっと久しぶりにちゃんと説明しようかな。趣味で刺し子をされてる方とか、これから刺し子をしたいなという方とか、もしくは刺し子をしててやめられてて、まあちょっと休憩やめたというか、ちょっとお休みしてますって方で再開する方、他にも、まあ、なんか趣味を探してるっていうような方、あとはですね、もうお子さんとかとかでもいいと思うんですよね。
とかとかってとか2回言いましたけど、お子さんとか結構ねやっぱね集中力がつきますよ。なんかこうもちろん読書したりとかで集中力つけるっていうご家庭もあると思うんですけど、あとはねこう待ち時間とかこう待ってる、なんだこの待ち時間はみたいなね、待ち時間がまあ生活の中をこう振り返ってみた時になんだこの待ち時間はっていうのが多い方、まあでも多分皆さん待ち時間はこうスマホを触るとかが、まあね特に今はスマホがお供っていう方いらっしゃると思うんですけど、もしくはこう待ち時間の間はこう読書してますって方もいらっしゃるかな、まあ、他にもそれ以外でもねあると思うんですけど、まあ、そういうのがある方はいいと思うんですけど、ない方ね、ない方だったりあんまりちょっとスマホのことを悪く言うのも良くないかもしれないけど、こうスマホ依存気味だなとかっていう方はこういうね刺し子とかどうですかっていうご提案ですね。ご提案というか、まあ、それをに伴ってこの刺し子ちゃんが、まあ、BGM でもその時にスマホ使いますよねスマホを悪く言っちゃいけないですね。でその時に刺し子ちゃんとお供にどうですかってスマホ使うなまあそういうご紹介ですね。そういうで紹介してくださいっていう、まあ、要は刺し子をしましょうっていうことなんですけど、まあ刺し子ちゃんと共にっていうことでご紹介ください。あとは商品紹介動画を概要欄に貼り付けてます。次は、あとはこの塗ってる刺し子は横田株式会社ですね。だるまのマークの横田株式会社ですね。の尻尾つなぎの紺色ですね。紺色です。糸は津軽工房社さんのメデル130番ですね。あ、ちょっと待って、なんか変なとこ刺したですね。でこれが一通りの流れとなります一通りの毎日喋ってる流れとなります。あとは何でしょう、何でしょうかね。あ、今日天守いないですね。静かでしょう。天守静かな時はだいたい天守がいないですね。今日お休みなんですけど、店主また別のお仕事があるのでちょっと移動というか出てますね。いません今ね。で今週は店主はあのもちろん営業もするんですけど、その週末のコニファーさんの方の準備とかもあるんで多分忙しいんですよね。店主は店主でね。だから刺し子ちゃんに登場するのかっていうところで言うと未定ですね。先週の時間がちょっとあまり僕も細かく把握できないところもあるんで、ただ多分昨日ちょっと話したらやっぱちょっと荷物をね移動したりとか商品を準備したりとかそういうのがあるから先週も忙しいと思います。なのでぜひ延岡出張販売に11月27日から27が土曜ですね、28日曜日、29が月曜日、働きますね。選手も好きなんですね。あの好きなんですよ、選手働好きなんですよっていうかね、あの好きお店でお店が好きなんだろうな。自分の店だから好きですよね。自分のしたいように空間を作って自分の、ね、仕入れたいものを仕入れて販売するっていうねしたいことをしてるから楽しいんだと思いますけどね。よし、
とで説明がいろいろ終わって、あとはですね、先週45回目の動画がやっぱ長くて、あの時の動画をね撮った時にね、ちょっと覚えてるんですけどね、最近こう動画のアップが早くなったとかって言った途端にね、あの日はねめちゃめちゃ遅くてもうね遅かったんですよ、アップするのがというか、アップにすごい時間かかったんですよ。なんでインスタグラムの方にはまだねアップしてないんですけどね、なんかやっぱあんまり下手なこと言うとそういうことが起きますね。だからね、ちょっと今日インスタグラムの方は先週の金曜日分と今日の分をまあちょっとハイライト版みたいな感じでアップしようかと思うんですけど、 YouTube の方はアップしてますね。 YouTube の方はアップして、あとその週末にお店でその今開催しているモグさんのエキシビションですね、星降る森の贈り物展のちょっとこうお店の様子を見せる動画を撮りました。でこちらはまあ見てくださった方は分かると思うんですけど、あの子供たちがもうどうしてもね、本当にいない時に撮りたかったんですけど、もうどうしても子供たちがねいたんで、子供たちにおやつを食べさせてる間にもうちゃっと撮れたらどう、撮れないかなって思ってちゃっちゃってやってみたんですけどね、の声が入ってましたね、なんかクリスマスって言ってましたね、何回か言ったなクリスマスをな、そういう動画です。まだ見られてない方はぜひ見てみてください。でまあね、あの本当トランシルバニアの素敵な刺繍展がこうなんていうんですかね、赤と緑な感じだったんですけど、今回はやっぱこの DM、 こちらありますね、 DM の、ね、黒森ね、星降る森のっていうのは黒と緑の感じのイメージですね。ちょうどなんかねこの森柄の生地があったりとかしたみたいで、なんか雰囲気がね出てるかなと思ってます。あ、ちょっと中心切れなかった。あとその話で言うと、モグさんの動画を撮った後だったかな、前だったかなに、この次次回第3弾何に刺そうかなっていうので、ちょっとぜひ撮ってくださいっていうリクエストもあったんで、その3段目の、まあ、これを刺しますっていうようなやつの商品選ぶ動画も撮りました。これもね、まあ、さっき言ったみたいに子供たちがいるところで撮ったんで、思ったようには撮れなかったんですけど、まあでもそこをご理解の上見ていただければなと。ちょっと僕もちゃんと見てないんで、なんかちょっと変なあれが入ってるともう一回撮り直すかもしれないですけど、まあ、とりあえずはそれを使おうかなと思ってます。なので第3弾は何をするのかっていうのももうその時に決めたんですけど、こう見ながらね決めましたね。これしま、あ、抜けない。これをしますっていうのも決めました。なんでなんだろうなとか想像しながら楽しみにしてくださればいいかなと。この動画はまあどのタイミングで出すか、まあもうこの尻尾つなぎが終わる直前ぐらいで出そうかなと思うんですけどね、ちょっと僕も撮っただけでちゃんと見返してない、見返してというか撮ったのを見てないので、多分変な感じにはなってないと。なんか違うと刺した、変な感じにはなってないと思うんですけど、楽しみにということ。あれ、こっちに、なんだっけ、今どっから来たんだっけ、こっちから来てこっちに、あ、なんか違うとこ刺してるね。
っていうことですね。ちょっとなんか頭が回ってないな今日。なんか刺しながら言いながら、あとその土曜日撮ったことを思い出しながら喋ってるんで、またまあやっぱりこう今頑張ってというか急いで50日で終わるようにやってるけど、一回一回が長いから、まあ今日も多分30分ぐらい刺すかわかんないけど、第3回目はもうゆっくり刺そうかなって思いました。まあもちろん目標を決めることは大事なんですけど、この後半にね、後半にこの30分以上を超えるのはちょっともう時間を都合をつけてるだけで、やっぱね動画アップに時間かかるとストレスがくるんですよね。まあでもね、今回はね50日はちょっと本当に50日で終わらしたいなって思ってるので、ちょっとそれをやって、で気持ちよく終わって、で次をまあどんな気持ちで刺すかわかんないけど、ちょっと新しい気持ちで刺したいなと。あと言っとくと、この間からずっと言ってる、ちょっとこう図案を描くようなやつもちょっと挑戦しようかなと思ってるんで、それのね、その記事は買いましたね。その記事は買いました。もうそれはもうお伝えしておくとね、その記事はもう選んで、一応それをどういう形で見せようかとか、まだ、一応何回か前の動画でお伝えしてるんですけどね、一応その方眼ガイドがないので、オリンパスさんの方眼ガイドみたいなやつで、ちょっとこう、イラストレーターというソフトを使って、全く同じものの図案をちょっとトレースしてみて、そこからこう、柄を作ってみたりとか、なんかわかんないけど、ちょっとやってみようかなと。それを動画にしようかなと思ってますね。ちょっと待ってね、ここまで来たよ。ちょっと待って、一回ここで抜こうか。週末はまあもうお店は営業だったんですけど、僕の方はね、さっきも言ったように子供と一緒にずっとだったんで、特に何にも差し込もしないし、どっちかっていうとこうあんまりこうそれこそスマホとかにはね触れない、まあ できないっていうのもあるんですけどね、触れれないっていうか、まあ、子供との時間を大切に、まあ、いい言い方をすればですね、そういう風な感じで過ごすので、昨日はちょっとお出かけしたりしましたね。なんかこうちょっとしたイベントっていうか、まあ、あんまり人が集まらないような早い時間帯に行って、ちょっと子供たちとスタンプラリーみたいのしたりとかしましたね、昨日はね。まあ、喜んでたんでよかったですね。子供たちが喜べば、まあ、喜ぶはめ、まあ、疲れるんですけどね。なんか店主にそう疲れたねって話をしたら、あんま疲れてないっていう話してて、やっぱお客さんとかがこう来てくださると、やっぱこう来てくださったりね、もちもちそこでこう買ってくださりすると、そこまで疲れがね感じないっていうことを言ってましたね。まあそういうもんなんだなと思ってね、やっぱ来てくれないとあーってなるかけど、やっぱ来てくれて買ってくださると元気になるんでしょうね。あとそのお客さんとね話したりすれば、やっぱね人と会話すると元気もらえますよね。
そういうのもあると思いますね。それは分かる気がします。僕もなんかこうその外に出たスタンプラリーとかしたって言いましたけど、別にこう会話するわけでもないけど、やっぱこうちょっとずつその昔のような感じに、もちろん感染対策とかがある中でのそういうイベントなんですけど、なんか本当に久しぶりにそういうのに出たので、なんかちょっとずつ戻ってきてるんだろうなっていうのを感じましたね。ちょっと本当にちょっとずつなんでしょうけどね。あと何ですかね、こう今日もそうなんだろうけど、このニュースとかで今日の感染者数は何人ですとかって いうのを、まあ、宮崎多分もう1ヶ月ぐらいずっと0人になってるのかな、昨日どうだったかな、昨日見てないけど言ってるんですけど、これこうなると今度逆にこういつまで言い続けるんだろうなっていうのも気になりますよね。もうしばらくは言うんでしょうね。なんかこうそういうのもありますよね。いつまでインフルエンザとかって言わない、いいじゃないですか。まあちょっとね、種類が違うからあれですけど、これニュース見ながらこれいつまで言うんだろう。あれちょっと待って、あれちょっと待って、なんか糸が足りない、あれ足りる糸、あれなんか妙に足りないね。あ、違う、なんか引っかかってるな。あれ、あ、ここで引っかかってるな。あれと思った。ほら、ちょっと待った喋ってたらまたこういうことが起きた。あ、引っ張ってない、引っ張れてない、ここが。あ、どうしたらいい、今どこ塗ってんだっけ。あ、まだ最初か。ちょっと一回、おっと、ちょっと落ち着いて。こう来て、今こう塗ってて、ここか。あ、これ綺麗に、あ、ちょ、見えてないところで喋ってた。もう、いや、糸見ててなんか足りないよねって、糸が短いよねって思ってたら引っ張れてなかったね。もうこの起きるでしょう、月曜日からね。びっくりした、ちょっと一回ここはこう抜こう、ここで、あ、よしよし、ちょっと確認します。ちょっとすいません、糸が足りない、あれ足りないなって一瞬思ったけど、こう来てね、ここで押しても、あ、足りるね。 OKOK、 危ない、セーフセーフって言ってるけどこれいかんすよね。これなんか調子に乗って喋ってると、まあ調子に乗って喋ってるつもりもないんですけど、調子に乗って、あと今ちょっと思い出した。そういえばもうそのウイルスの話はいいんですけど、そういえばいつやったかな、土曜日ですね。土曜日にお店行ったらね、お客様がいらして、あ、おはようございます、おはようございますみたいな感じだったんですけど、あのね、お客様がね近寄ってきてね、あのいろいろ話聞いてたら、作家さんのお母様というかお母さんだったみたいで、で、なんかその作家さんが幸子ちゃんを見てくださってるっていうか、まあ、知ってたんですけど、見てくださってるので、あの見てるんですってみたいな話をしてくださってね、はいみたいな感じになりましたね。あ、ありがとうございますっていうか、すみません、お世話になってますっていう、ちょっとそういうサプライズ。あの店主はもう作家さんのお母さんっていうのを知ってたから、僕はもう知らなくて、お客様だなっていうか、まあお客様なんですけど、来られてて、おはようございますっていうか、いらっしゃいませみたいな感じだったんですけど、あの見てるんです、お母様が見てるというかね、その作家さんが見ててっていう話で、 ありがとうございますなんかちょっとなんとも恥ずかしいような感じもするし、でもそのお母さんまあ、もう
刺し子がハマってて刺し子されてるので、ちょうどなんか刺し子の話を店主としてたんですよね。この記事で刺したらこういう感どういう感じですかみたいな。その時にちょうどこうお会いしたっていう感じで、なんかこう多分こう旦那さんっていうかね、店主のねお客さんって思ったのかもしれないけど、こうちょっとずつこう分かって、こうちょっとずつこっちに近寄ってこられてなんかなと思ったら、そういう話されるので、ああお世話になってますっていうような感じでしたね。嬉しかったですね、やっぱね。こう僕あんまりお店行かないから、まあ行く時に特に最近はこう分かんないじゃないですかね。知って、まあ、僕のことを認識してる人もいるし、そうじゃない人もいるし、でこういつかはこうなんかそういうふうに声をかけられるんだろうなとは思ってたんですけど、もうこの間かけられたからね、ちょっとはーいって感じ、ありがとうございますっていうか、ね、そういう形で実感をするもんなんだなと思って、で、そう僕作家さんにお会いしたくないんですよそう、しかもその作家さんにお会いしたことなくて、お母様の方に先にお会いしたっていうね、こうなんともイレギュラーなパターンっていうかね、全集を通して作家さんのお母さんだよって言われて、まあ、これからそういうことも増えるんだろうなと思って、まあ、でもそういうふうに見てくださる方がこうお店に来られてるっていう、まあ、お母様に見てないんだろうけど、見てくださってる方が来られてるっていうことをやっぱり意識しながら、ね、この動画もね やらないとね。よし、ちょっともうちょっと刺しますね。もうちょっと刺さないと50日に終わらないかもしれないから、今日は46でしたよね。もう本当に大詰めですよ。大詰め。もう変なミスしたくない。今日ちょっとさっき焦ったけど。12月入りますね。そしてね。あと1ヶ月ですよ。どうします？掃除します？掃除、掃除しないといけないね。よし、あとね、なんか刺し子と小銀店もなんかやるようなことは言ってたんで、言ってましたよね、店主ね、するってあれの DM とかも作んなきゃいけないんですよね。なんかうまくさせないな、思ったとこにさせないな。皆さんはどういう週末だったんですかね。やっぱちょっとずつ出られたんですかね。また出られてくるとというか、出ることが増えるとどうなのかな、刺し子をするのが減っちゃうのかな、まあ、それともさっき言ったみたいにこう刺し子をバックに忍ばせてどこでもできるような状態で出られたりするのかな。待ち時間とかがねある時にはすぐできるように。ちょっと刺していいですかね。やっぱ今日の動画もちょっと長いのでアップが遅くなるとは思うんですけど、ちょっと気長に待っていただければなと思います。
でね、この間金曜日は動画を、まあ今もそう、もうそんな感じになってるんですけど、動画を撮り終えたら、両方、前はね、片っぽだけ正座してたんで、片っぽだけっていうか、ちょっと高さが、カメラ越しにこれ今撮ってるんですけど、ちょっと高さが足りなくて、片っぽだけ足を正座させて撮ってたんですけど、ここ何日かはもう両方正座してやってるんですけど、この間金曜日撮り終えたらね、もうすごく痺れてて、もうあーって感じ、もうなんもう想像してもらえばいいと思うんですけど、膝立ち、もうしばらく膝立ち、もうで店主いたかな、店主一回金曜日動画見てもらうとあれなんですけど、一回ね席外したんですよ。ちょっと僕もじゃぼんやり覚えてるんです。一回席外して、で僕多分後半一人で喋ってたと思うんですけど、で終わって、でそうやって足がしびれてて膝立ちしてて、あーってないう状態なんですよ。で店主が部屋に入ってきて、何してんのみたいな何してんのみたいな顔でこっち見るから、足がしびれてるんだよっていうのをちょっと伝えて、だからなんかすごい笑ってましたけど、痛いですよね、やっぱ、ね、正座も普段しなれてないからね。小さい頃とかよくしてましたけどね、もう最近なかなか正座もねしないで、今日も今はもうだいぶ来てて、もうちょっと分かってないもらえないと思うんですけど、ドラえもんの足になってるんですよね今ね。これ今もうだからしばらくこれ撮り終えたら、しばらくこう膝立ちの状態でしばらく膝立ちの状態でいるのを想像してもらえると痛くてね、もうね、それが正座ってしないですよね、本当にね。いつぶりって正座、昔はねしてたんだけどな、小さい頃はね。やっぱだから子供たちとかもあんまり正座をするのかな、円とかでするのかな、やっぱし慣れてないから。あれを言いますよね、トイレの洋式と和式のやつで、子供がもう洋式に慣れちゃってて和式ができなくて、でも小学校とか、まあ今の小学校どうかも、多分あの洋式もあるのかもしれないけど、こう古い小学校というかね、トイレが昔のままの小学校とかも和式なんですね。だから和式もする練習をさせないといけないっていうのをね、あとはなんかそういう外に出かけた時のなんていうんですか、まあ道の駅とかそういうところはね、洋式和式とか新しいところあるけど、こう昔からある施設というか、こう建物というかのところで、もうそういうトイレが昔のままだったりすると和式になってるから、子供なかなかできなくて苦労するっていうね、足腰の問題もありますよね。だからそういう、多分昔の子より今の子の方が足腰は弱いんじゃないかな。まあ、僕らが子供の頃も多分そうやって言われてたんでしょうけどね、もっと自分の 親世代とかになるともっとちゃんと足腰が強いというか、ここまでにしようかな、だいぶ塗ったな、何の話からそんな話になったの。ちょっと待って、ここまで塗りますね、だいたい半分ぐらい。あ、そうそう、足がしびれる話ですね。今しびれる、ちょっと体勢、これはしばらく足が、
座子校正座でするのもなかなかいいな。天使も見たことない。僕ぐらいじゃないかもしれないけど、こう、あんまりいないですね。正座しながら座子校する。正座しながら座子校して動画配信して、動画が終わったら、その場で固まるっていうね。よし、ここまでやな。よしよし、よし。はぁ、疲れてきて、最近、刺し子、疲れる。おぉ、ちょっとカメラ、ちょっと待って、あ、ちょっとすいません。ちょっと今、ハプニング、カメラが、ちょっと、一瞬カメラがグラッてしましたね。一瞬じゃないな、結構グラッてしたな。すいません、見てた方、ちょっとびっくりされた方、申し訳ありません。ちょっと、間違った、ちょっと刺すとこ間違った。これ今こういうことしてたらね、カメラに引っかかっちゃって、グラッとした。よし、じゃあここまで。ああ、足が痛い。足が痛いけど、ちょっとここまでちょっとピッて抜いておしまいします。ここでピッてして、ここまでにしておきましょう。ああ、足、もうカメラもグラッとするし、もう多分僕もこのまま立ったらグラッとします。ねえ、僕も立ったらグラッとします。よし、塗った。ちょっと説明だけストップって言って、これもうの、ん？あれ？あ、こう。あれ？ん？あれ？こう来て、あれ？ちょっとおかしいね。おかしくない？おかしくないのか。ちょっと待って、こう来てるよ。逆戻しにして、こう来て、こう来て、こう来て。ほら、ここおかしいよね。なんか、ここでこんな感じになってるよね。ここスタートで、こう来て、こう来て、本当はこう行かなきゃいけないのを、こう行ってるね。あら。ここがちょっとおかしい。あ、なんかちょっとここおかしいね。ここがちょっとおかしい感じ。ちょっと待って。あ、ここちょっとなんかおかしくなってるね。だからね。あら、あ、いいか。うん、なんかここだけなんか抜けてるもんね。ああ、そういうこと。だからって、こう行って、ここは本当はこう行かなきゃいけないけど、もうこう来ちゃってるから、こう行かなきゃいけないね。あら、間違った。でももうやり直すと、また。よし。見つけちゃったな。見つけちゃったよ。ね。ね、まあ分かりましたかね。今見てる方は理解しましたかね。こう波々に行こうと思ったら、こう変な感じの波にな、波じゃないな。よし、はい、じゃあ今日はここまでとなります。すいません、長くなりました。ご視聴ありがとうございました。